めっちゃめっちゃめっちゃ久しぶりだよね、やるの。あまり聞こえるかな。あまりにも配信をしてなさすぎますね、これは。これはちょっと今日はラジオでごめんなさいだけど、え、来てました。いやー、ほんとごめんなさい、できなくて。ちょっとやっとね、やっとできましたね。久しぶりに声聞けてよかった。嬉しい、ありがとう。なんかさ、もうちょっとバタバタしてたんですけど、なんか家のリモコンがなくて、なんか困ってるんだけど。家のリモコンがね、ないの。どこ、マジで誰かさ盗んでったのかなって思うぐらい家のリモコンがないです。本当マジで誰か盗み。え、待って、リラックマめっちゃ可愛いんだけど、何これ。私さ、リラっていう名前だからさ、リラックマってあの保育園生の時に呼ばれてた。さすがに呼ばれなくなったけど、それでなんかリラックマ昔めっちゃ好きだったんだよね。なんか自分の名前の、入ってるじゃん、キャラクター、推しキャラ的な感じで、リラックマ推しでした。でも今はね、ポケモンが好きだからポッチャマ、ポッチャマ一筋なんですけど、今は昔はリラックマ、リラックマでした、好きなのは。え、ソファーの奥深くにないの？探した、マジどこにもなくて。なんか私のテレビ、あの携帯で飛ばせ、あの携帯でリモコン、携帯 iPhone がリモコンになるタイプのテレビだったから、まあ一応リモコンなくても大丈夫なんだけど、でもね、それにしてもね、あのやっぱリモコンないと超不便、マジでリモコンがない。リモコンがなくて、ま、ほんと困ってます。ねえ、もうなんか、うん、本当にさ、誰か持ってったってぐらい本当にリモコンがない。さっきからリモコンしか言ってないのに。ラ、そういう感じなんですけど、なんか気づいたらもう2月終わるじゃんと思ってびっくり。もう2月21日なんですね。ほんとびっくり。もう2月はもう何もしてないもん。何もしてないですね、2月は。ほんと、3月は、ちょっと、いろいろ、やりたいことがいっぱいある。
ですけれど。そうで、私も21歳になっちゃうよ、もう少しで。恐ろしいことに21歳になりますけど、私20歳何してたっけって感じだね。まあ、でも本当にね、今年はもうやりたいことがめっちゃいっぱいあるんだよ。なんか最近で言うと、なんかドラムを習いたくてなんかね、最近 YouTube でめっちゃドラム叩いてる人のなんか動画ずっと見てんの。なんか最近ドラムやりたいね。なんか一応私吹奏、小学生の時に吹奏楽部だったんだけど、まあ知ってる方も知らない方もいると思うんですけど、私2年間ドラムやってたんですよ。まあスネアドラムなんだけど、まあスネアドラムがわからない方はスネアドラムって調べていただいて。そうだからね、なんか一応楽譜とかはなんかある程度は、まあ、ピアノ、まあ、これはあんま知らない人いると思うんですけど、私まあ10年ぐらいピアノやってたんで、まあ、言っても超下手くそなんですけど、あの楽譜はね読めるの。だからやりたいなーって。思います。私なんか趣味を増やしたいんで、ちょっと今年はなんかやっぱできるものを、家とかではドラムとかできないけどさ、なんかそのそういうできるところに行かないと無理ですけど、やりたいなっていう感じです。目似合いそう。そうなんかさ、私吹奏楽部だったんですけど、小学校4年生いつ行ったっけな、多分4年生から吹奏楽部入ってたんだけど、なんか本当はなんか金管楽器をやりたかったんですよ、ずっと。トランペットとかなんかフルートやりたかった、本当は。フルートやりたくて入部したら、なんかお前はなんかタンバリンだみたいな感じで、なんか最初ずっとタンバリンだったの私。え、もうさ最悪って思って、タンバリンだよ。だって私はタンバリンをやるために吹奏楽部に入ったわけじゃないのにってずっと思ってて、でもだから4年生の1年間はなんかずっとタンバリンとかなんかあのパーカッション系をずっとやってたんですよ。でなんかつまんないなと思いながらやってて、でなんか 5,6 年生に上がるとなんかそのスネアドラムに昇格するんですよ。でもずっとその間はタンバリンとかなんか他のやつやってて、やっと1年我慢して5、6年生になってから、あ、5年生か、5年生になってからこうドラムをね叩けるようになって、でも私ピアノやってたっていうのもあって、なんだろう、なんかリズム感だけには優れてたんですよね。なんか
そう、なんか優れてて結構なんかやその初めて見るとちょっと私が優秀すぎちゃってマジこれ自分で言うなって感じなんですけど、なんか本当私が優秀すぎちゃってなんかまあなそのあの、まあ、何曲か覚えなきゃいけない曲あったんだけど、なんかそれをなんかもうすぐ覚えちゃったんだよね。なんか1ヶ月ぐらいで、1ヶ月っていうかなんかあのすぐできちゃう子で、なんだろう、教えられなくても教えてもらわなくてもなんか感覚となんか曲聞くとかなんか先輩の真似するだけでなんかできるようになっちゃって、でマジでやることが本当になかったの。なんかだからなんかそので私もともとトランペットやりたかったから、そのトランペットをやってるとこの友達に行って借りて、まあでもトランペットも吹けるんですよ私。その友達に教わってあれで、そうでトランペットのとこに遊びに行くじゃん。でなんかさ、その顧問の先生がさ戻ってきたらさ、お前は邪魔すんなってめっちゃ怒られてたのいつも。でもさ私はさもうドラムが完璧だからさ、やることがないわけ、もうそうやることがないのになんかどうしろって言ってんだよって僕はもう内心思ってたけど、まあ、でも結構その先生が結構鬼教師だったんで、なんか怒らせたらやばい先生だったから、まあ、なんかそんなことは言わずに戻って、なんかあの本当何もせずになんかやってたりとかしてたんですけど、そうだからドラマね、あの結構好きなんですよね。だからやりたい、私運動会とかでなんかドラム、まあ吹奏楽部だったからドラム叩いてましたずっと。でもなんかこの話なんかそんなしたことないと思うから、なんかそういう時もあったんだって思ってる人いそう。でもあんま言ったことないかも。なんかもともと小学校2年生の時になんか仲良かった子が吹奏楽部にいて、じゃあ私も入りたいみたいな感じで体験入部に行ったんだけど、なんか小学校2年生はなんか入れませんって言われて、入るならなんか小学校3年生からじゃないとダメですって言われて、なんか悲しくて、その時めっちゃ入りたかったのに入れなくて、でそれでなんかバスケ部に行ったんだよね。小学校3年生の時にバスケ部に入って半年で辞めて、でなんか楽しい部活ないかなって思ってた時に、なんか幼なじみがいるんだけど4人、その幼なじみの2人がなんか吹奏楽部に入ってて、その時それでなんかその子たちがクラリネットと
一人がクラリネットで、一人がフルートやってたんですよ。で、私もやりたいって思って、もう一回入らせてくださいって言ったら、もうその時小学校4年生だったから、入っていいよってなって、もう入ったんですけど、そっからずっと1年間タンバリンだったっていう。話です。でなんか私副部長だったらしい。なんか全然記憶にないんだけど、なんかこのいつだっけな、去年だっけな、去年その幼なじみ私含めて5人でなんかホテルなんかマンションホテルみたいなところになんか泊まりに行ったんだけど、なんかその時にこの昔のなんかこういうのあったよねみたいな話した時に、なんか部長誰だったっけ、まあ、部長と副部長がいるじゃないですか部活って。部長と副部長誰だったっけってなって、部長が1人、副部長が2人いたらしいんですよ。で、私も全然記憶にないんで、なんかもう全然覚えてないって言ったら、なんか、あんた副部長だってよって言われて、えって思って、なんか、副部長だって、そんな仕事、私副部長の仕事してないだけどなって思いつつ、なんか副部長だったらしい。すごい立場が結構あったらしいです。すごくない？あ、部活の吹奏楽部だったんだけど、吹奏楽部の副部長。うわ、サボりとか言われた。でもね、みんな幼なじみだから、なんかみんな前もうほぼ毎日誰かが喧嘩してるみたいな状態だった。なんかしかもなんかみんな帰りの道が同じなんですよ。なんかみんな同じなんだろう建物になんか住んでたから、なんかまあ一人違ったけど、なんかだから大体帰るときはまあ私含めた4人がもう帰り道が同じだから、なんかもう絶対一緒にみんなで帰らなきゃいけないみたいな、なんかタブーがあって。でなんかそのなんか2対3か221だったんですよ、その時が。そのだからで、お家が別の子がいる時は2対3で、そのお家が違う子、お家があのちょっと離れてる子の時2222で、でこのずっと同じペアだったんですよ。なんか大体なんていうの、だから A ちゃん B ちゃん C ちゃん D ちゃんがいて、なんか D ちゃんはあのちょっと家が違うから、まあ、途中でバイバイするんだけど、この A と B と C と私は同じ家だから、なんか4人で帰らないとその A と B が怒り出してたんですよいつも。で C と私はあの仲良かったというか、 C と私は波長があったから、その時だから C と私がその抜けがけで帰ったりすると A と B になんか切れられるのよ。なんかそこ何コソコソしてんのみたいな感じで、なんかすごいね、めっちゃ喧嘩ばっかしてましたね。 A と B は仲いいのよ。 A と B に向かってなんかこの
どうたらこうたら言う人はいないの。いないんだけど、なんか A と B はなんかそのみんなじゃなきゃ嫌みたいなのがなんかあったらしくて、そうで、なんかすごい喧嘩したりとかしてましたね、その時は。っていう感じです。いう感じでね、なんか A と B はその時本当クソガキ大将みたいな感じだったんで、そう今はね、あのみんなもうそんなことないんですけど、まあ、そういう感じで、なんか小学校の時が一番楽しかったなっていう、もう私の思い出ですかね。あ、元気とかね、あんま記憶がないんだよね。2月の頭とか何してたかあんま覚えてなくて、なんかとりあえず、あ、元気は元気だったんだけど、なんかすごいなんかイライラしてました。なんかイライラしてて、なんか2月の頭は、でじゃあ中旬ぐらいからそのイライラは収まってきて、で、あ、イライラするの良くないなと思って、なんかで、それでちょっと、まあ、中旬はちょっとバタバタしてての、まあ、今っていう感じですかね。元気でした。なんか私本当あの不器用人間なんで、なんか一個のことしかできないから、なんか一個何かが起こってしまうと、なんかねそれにすごいね引きずられちゃうんだよね。なんか2個同時に、なんていうんですか、なんかアクションが起こせない人間なんですよ。まあ見ててわかると思うんですけど、そう、なんか器用な人間じゃないから、なんかすごい器用に生きれる人ってほんと羨ましいなってめっちゃ思う。私も器用に行きたい器用に行きたいんだけど、なかなか器用に生きるのってまあ難しいよねっていう感じだよね。まあザ大型みたいな性格してますね、私。まあ大型なんですけど、そう、でもなんかね、たまにさ、なんか B 型とか言われたりする。 A 型って言われることはないんだけどA 型って言われてみたいな。 A 型がないんだけど、なんか最近はなんか O か B って言われますね。B っぽいかなと思って、私まあね、結構適当なところはすごい適当人間ですけど、こだわりが強い人間なので、一応こだわりが強いところに関してはもう本当になんか人に口出しされたらすごい嫌なぐらい、あのこだわっちゃうところはめっちゃこだわっちゃいますね。とかなんか否定とかされると、これは何回も言ってるから分かると思うけど、否定とかされるとなんかもう本当なんだろう、なんかあ、もう嫌ってもう嫌だってなりますね。なんかなんでさ、なんか言い方もっとないとかすごい思っちゃうタイプ。なんか本当なんかこの世は言い方だと思ってて、私
なんか本当なんか否定する人でなんか本当言い方変えてほしいなってめっちゃ思ったりすることがあるんですけど、なんかさ、こういうやり方もなんかあるから、なんかこれもいいんじゃないみたいなさ、なんか言ってほしい。なんかすごいさ、なんか否定されると悲しくなっちゃう。大型あるあるだと思う、これ多分。なんか大型の人、大型の友達となんかそういう話したことあるんだけど、なんか大型って結構拗ねがちだから、すぐ。意外と繊細なんで大型って。という感じです。まあでも普通ランリーに戻ったんだね、今は。でも最近はなんか友メンバーとめっちゃ会ってたね。なんか2日に1回ぐらいメンバーに会ってた気がします。2月、久しぶりに下尾に会ったんだよね。辞めてから初めて会ったの、下尾に。なんかさ、 YouTuber 見てるからさ、なんかあんま私はそんな久しぶり感なかったんだけど、なんか意外と卒業してから初めて会って、なんかちょっとなんかちょっと気まずいじゃないけど、なんだろう、なんか人見知り発揮じゃないけど、なんかすごいそわそわしました。なんかね、その同じアイドルが好きで、なんかライブ行こうって一回誘ったことがあるんだけど、ちょっとスケジュールが合わなくて、そう、まあ、亡くなったりとかして、なんかめちゃめちゃ久しぶりに会いました。あと最近クラノーさんにも会いました。大好き。まあ、半年ぶりぐらいに会ったら、でもなると、なんかなるも予定が合わなくてなんか会えなかったりとかしたんですけど、なんかクラノーさんも久しぶりに会って、一日中もう喋り倒してまして、すごく幸せなひとときでしたね。なんかキャプテン頑張ってるみたいで、なんかかっこいいなってすごい思った。刺激になりました。クラノーさん、ありがとう。まあ、とか、あと浜はもうめっちゃ会ってますね。昨日も会ったし、浜セイナーなんかもずっと会ってますね。なんか最近、ここ最近、この前も浜の家に2日間お泊まりに行ったりとかして、喋ることはマジで何もないの。さやのと喋ることはなんかないんだけど、そこまで。なんかずっと いたね。マジ何もしてない、なんか。なんかたまに喋って、なんかあとずっと携帯いじってます。2人とも。あ、でもなんかベーコン、ハム、
なんか焼いてくれたこの前家行った時なんかあるんだよねって言って食べるって言ってなんかベーコンとハムをなんか焼いてくれ超巨大なベーコンがベーコンあれハム、まあ、どっちでもいいかなんかセーナの家にあってなんかやってもらいましたね。まあ、そんな感じでございます。私の近況は本当になんか今週先週めっちゃメンバーに会ってる。服部さんも会いましたし、なんかすごい友達になんかいっぱい会ってる週ですね。そうです、今日は今からまかない飲んで、もうすぐ終わりますでしょ。ちょっと一旦待って。てか春はいつ来るのって感じなんですけど、皆さんもう私寒くてもう嫌だ寒くて毎日なんか命を削っている感じですはって感じですね。マジで寒いね。毎日寒い。てかなんかさ、花粉感じてる私は。でもなんかくしゃみ止まんないんだよね最近。花粉かなって思って、あともう目もめっちゃ痒くて最近。なんか花粉かなって思ってます。花粉っぽくない？目がかゆい、くしゃみ止まんない。絶対花粉だと思う。ねえ、なんか花粉今年やばいんでしょ。なんかさやなが言ってた。ハマっていうかさやなが、さやなっていうかちょっと悩んだ末噛んでしまいましたが。なんかさ、沖縄って花粉症ないからさ、なんかどんな感じかさちょっとまだよく把握できてないけど、でも花粉症だった気がする。去年はどんな感じだったっけ去年のリラって。分かる人なんかおたかつはしたのってコメントに関しては、まあ、今月以内にはちょっとおたかつしたいなっていう感じですね。今月はおたかつできてなくて、まだ
今月オタ活したい。でも相変わらずずっとなんか電車に乗ったりとか移動するときはアイドルのソングをずっと聴いてます。推しのあれを。そろそろお時間なのでちょっと早いんですけど終わります。ちょっと今年はショールームいっぱいするって言ったのに全然できてなくて、もう嫌なの、嫌気、そういう自分にも嫌気がさしてるんですが、はい、増やします。ということでランキング見ます。13位アモンさんだよね。アーモンさん、ありがとうございます。そして12位がヨッシさん、ありがとうございます。そして11位が関西エイトさん、ありがとうございます。そして10位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして9位が福久さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が赤月さん、ありがとうございます。じゃあ7位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位が MM レースさん、ありがとうございます。そして5位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がトリアジさん、ありがとうございます。そして3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がグアポさん、アットマーク群マニア、ありがとうございます。歯は配信終わってから磨きます。歯は磨かないですよ。歯はもう誰も見てないところで磨こうと思います。ということで皆さん久しぶりに聞いていただいてありがとうございました。この辺でさよならんりー、バイバーイ。